今日初めてじゃあそれで、召集のご本尊様の御前で小遣いを受けられました。どんな感じでした？いや、もう感謝しましたね、まず。やっと会えたっていうか、もう、とりあえずもう感謝から入ろうと。もうそこからですね、やっぱり。まあ、それはいろんな願いはありますよ。とりあえず、16年間の、まあ、なんも、まあ、疑問に、まあ、思いながらも、まあ、義理人情で16年間やってきたっていうのは、まあ、日蓮召集が明かしたら方々じゃないですか。その16年間のその在所って出てあるんで、それをまあ、ね、召集側に行ってから在所消滅するのは、まずもう感謝から入って、もうそこからですね、もうとりあえずもうずっと感謝でしたね。ありがとうございましたと。もうそれだけですね。侍の心ですよ。あ、そうですか。もうそれ一点のみでしたね。神社でその御樹会の時もうちょっと感謝で。寺院ね。あ、寺院、あ、すいません。寺院。寺院ね。そこでもずっとアドバイス、待って、もうそれだけです。